2004年6月1日に、知床国立公園に指定され、2005年7月に、この山域を含む知床半島が知床に、正式登録された。日本百名山、花の百名山及び新、花の百名山に選定されている山である。ラウス、知床洋火山群の地形図。ラウス岳は、左下端標高は1995年に、 国土地理院の調査で1661メートルに改定されたが、より正確に測定できる GPS 調査により、2008年5月1日に1660メートルに改定。しかし、GNSS 測量等の点検、補正調査の結果、2014年4月1日の日本の山岳標高一覧 -1003 山で1661メートルに、 再び改定された。流門岩室安山岩室の溶岩による活動は、清掃火山を形成したものの、最終的に山頂付近は溶岩延長級を形成させているほか、年月を経て、地滑り、崩壊地形が多数形成されている。約500年前まで火山活動を続けていた、活火山であり、1964年には、 山陸のラウス町で100回を超える群発地震や間欠泉の噴出を観測している。ラウス発見の一つ。1965年に、ラウス湖畔から仰ぐラウスだけの知床国立公園の10円切手が発売された。アイヌ語名では、チャチャ塗りと呼ばれる。これは、親父、山の井で、アイヌ語研究者の山田秀蔵は、 知床半島の最高峰なのでそう呼ばれたのだろうかとしている。知床富士とも呼ばれている。また、漢字表記については余裕だけと記されたこともある。1990年代に知床洋産の噴火市調査が行われた際に、最近の2000年間で複数回の活動が確認され、1996年に活火山として指定されたが、 19世紀末以降の噴火活動と1996年以降の噴気活動は認められない。山頂付近に存在する溶岩流や溶岩ドームには新鮮な地形が残って、折り三つの時期に形成された可能性が指摘されている。最近の2300年間では、2200から2300年前、1400から1600年前、 500から700年前の3時期に火山活動が活発であった。岩尾別温泉付近の登山口にある木根、小屋登山口は、ラウス町からはラウス温泉付近から、シャリ里町からは岩尾別温泉付近から登山道が整備されている。所要時間は校舎の方が短い。知床五湖には遊歩道があり、その山用を望むことができる。登山ルートは、 傾斜がきつく外出が脆い状態で厳しい気象条件下にある。また、ヒグマが頻繁に出没するエリアである。ありがとうございます。